わしも養分になるがいい。まさか誰だ。オロチマル。伝説の三人オロチマルといえども、わしの計画は邪魔させん。なぜお前がここに。勘違いしないでちょうだい。助けに来たんじゃないわ。ただ邪魔はしないで。柱間細胞は私の研究所から盗まれたもの。そこでおとなしくしていなさい。やったのか。ご再生術。ライトン天神雷。貴様も再生術を。面白い体だけど、真珠の実を欲しがるのはそのせいかしら。あなたの再生術は完璧じゃないみたいね。わしを侮るなよ、オロチマル。しぶといわね。まずい。真珠の実を食えば、わしは永遠の命を手に入れる。おお、つぼみが開くぞ。あれが社長の正体。あなたが、あなたを殺したのね。見ろ、真珠の実はもう実る。燃えたゴミなど覚えてられるか。それがどうしたのだ。そんなことのために関係ない社員まで。彼らは生贄となったのだ。愚かな人間どもは踏み台に過ぎ。あなたの踏み台に。あなたは。わしは身をいただくことにしよう。待て。何？これは真珠とは似ても似つかぬまがいものよ。そもそも真珠は人間ごときが扱える代物じゃない。真珠の花が。哀れなものね。まがいものだと。これで終わりだ、シーパー。生意気なクソガキか。四国打尽。ここは私に任せていきなさい。わかった。まずい、ここから逃げなきゃ。急げお前ら、こっちだ。はい。行くのか。ナルト君には話を通してあるから。思わぬドナーが現れてね。それにしても美月、あの状態からよく戻ってきてくれた。後のことは任せたわ。あの子のこともね。お前たち帰るぞ。はい、はい。